ルネシャルル・マリア・ジョゼフ・ド・ブルボン・パルムは、ブルボン・パルマ家の公子、オーストリア皇后を継いだのを弟。イタリア語名は、レナート・ディ・ボルボーネ・パルマ。最後のパルマ公ロベルト・一世と、その2番目の妻で、ポルトガルのハエオ・ミゲル・一世の娘である、マリア・アントニアの間の、第七子、4、男として生まれた。オーストリア東部に、父が所有する、シュバルツァウ城で生まれ育った。 1921年6月9日にコッペンハーゲンにおいてデンマーク王子バルデマーの娘マルグレーテと結婚した。デンマーク王室はルター派信徒だがマルグレーテは母マリー・ドルレアンの下で特別にカトリック信徒として育てられていた。ルネはフランス国籍を有しており、一家は主にフランスで暮らしたが、生活ぶりは比較的貧しかった。 第二次世界大戦前夜、ルネは一時的にフィンランド軍に義勇兵として入隊している。大戦が始まると、ルネ一家はナチスドイツのフランス侵攻から逃れて、フランスを出国し、大戦が終わるまでスペイン、ポルトガル、アメリカ合衆国を転々とした。妻マルグレーテとの間に三男一女を設けた。ありがとうございます。